センターワンホテルハンダは愛知県ハンダ市にあるビジネスホテル。客室150室のうちシングルルームが141室。また全室にブロードバンドインターネット接続環境を備えているほか、1階ロビーにパソコンとプリンターを備えた応援コーナーが設置されているなど、基本的にビジネス客向けとなっている。運営会社が 地元の金属加工業者である以外は普通のビジネスホテルであったが2005年に発覚した構造計算書偽造問題に巻き込まれた。精査の結果、ホテル本体について耐震性に問題があることが確認されたため2006年から一旦建物を取り壊して再建した上で2007年4月から営業を再開した。構造計算書偽造問題において ホテル建設の際の建築確認申請に対する建築確認を行った愛知県に過失があったとして損害賠償請求の訴訟を起こした。一審においては県に過失があったことが認められたが、二審においては県の過失は否定された。上告するも棄却され、県に対しては敗訴する結果となった。ホテルの公式サイトでは構造計算書偽造問題への対応記録と、 コメントを公表している。また、この問題を名古屋に拠点を置く、劇団少年ボーイズが舞台化し、センターワンホテルハンダ第2層として、名古屋市やハンダ市で上演した。ありがとうございます。